日本神奈川県横浜市坂区長尾台町。長尾台町は横浜市坂区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は244-0843。坂栄区の西部、柏川右岸に位置し、一部は飯島町に食い込む形で柏川左岸にわたる。北を頂点にした三角形に近い形をしており、東は カシ川を挟み、栄区飯島町、笠間、南は、鎌倉市岡本、玉縄、北西は、栄区、田谷町に接する。北部に、液晶路光装置などの製造を行うニコン横浜、製作所がある。カシ川沿いの南北に、県道悪は鎌倉線、北部を東西に、県道原宿浦線が通り、原宿浦線の笠間大橋を経て、 柏川対岸の笠間と連絡する。県道枠は鎌倉線経由で、大船駅と戸塚駅などとを結ぶ路線バスが走るが、大船駅西口から町の南端までは500メートルほどである。かつては鎌倉郡庁、小台村であったが、1889年に、田屋、金井、小柄の各村と合併、長尾村となる。1915年に長尾村の内宮。 小柄村を除く部分が豊田村と合併。1939年4月1日に横浜市戸塚区に編入され、戸塚区長尾台町が新設された。1967年6月9日には日本工学が創業開始。1986年に文句により堺区長尾台町となり、現在に至る。長尾の由来は、 相模国鎌倉郡町美少に遡る。この地に橋を発したとされる長尾氏が、長尾省阿舎大の長尾城に居住したことから、長尾大の名が付けられた。長尾台町内にある、五霊神社は、長尾影広の子、ため影が、長尾氏の祖先を祀る鎌倉郡村岡号、宮前村の五霊神社を分裂し創設したものである。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。注釈出典。ありがとうございます。